私は、以前放送を目指して、地方試験を受けて落ちた、かける3回。すっぱり諦めて、地元の会社に就職したら、そこで経歴を買われて、法務部へ配属された。法務部とはいえ、ただの事務職採用なので、書類整理、作成、顧問弁護士とのやり取りをメインでやってた。そんな時に、夫の姉である琴女が婚約したというので、相手と顔合わせした。どこかで見たことあると思ったら、私と同じ予備校に通っていて、弁護士になり、地元の弁護士事務所で働いている人だった。あっちも私に気づいたので、琴女には予備校で一緒だったと説明した。義前さんは3回も司法試験落ちちゃったんですよね。一発で合格して弁護士になっちゃった人を連れてきちゃって、なんかごめん。本物の弁護士さん捕まえちゃった。と、二人きりの時に、あからさまにプギャー顔で言われた。事実なので、優秀な方とお付き合いできてよかったですね。おめでとうございます。と、大人の対応をしておいた。それと同時期に、他社と示談が成立した案件があったんだが、相手方の担当弁護士の一人が、琴女の婚約者だった。私は、書類を見て知ってたけど、当然誰にも言わなかった。婚約者が琴女に、私さんの会社の弁護士に負けちゃったよ。いやらしいやり方だった。という趣旨のことを愚痴ったらしい。あくまで、戦術的にいやらしいと評価されただけで、こちらとしては、当然真っ当なことしかしていない。それを聞かされた琴女が我が家に嫁。ちょうど内装工事中だったので、近所の喫茶店に誘導して事情を聞いたら、上記のことを暴言混じりに言われ。挙句に、私さんが悪い。弁護士でもないくせに出しゃばって。彼のキャリアに傷がついたから謝罪して。と胸ぐらをつかまれた。店員が呼んだ警察が来て、パトカーの中で警察官に事情聴取されてた。私からは、身内の喧嘩ですって説明して、警察官と店側に謝罪し、琴女が解放される前に、警察官に促されて帰宅した。後日、喫茶店に菓子折り持って謝罪に行ったら、話が聞こえていたらしい店長に、帰って同情された。婚約者は、所属事務所から厳重注意を受けて、何かしらの処分を受けたらしく、琴女とは結婚できないと、破談を申し込んできた。琴女から恨み事を言う電話がかかってきたので、どうして私が悪いと思うの?とねちっこく問い詰めて、本人の口からいろいろ言わせてみたところ、だんだんトーンダウンした。話をよく聞いてみたら、私が何か手を回したと思ったらしい。あたしゃただの事務員だよ。バカかおめえは。最終的には、琴女から、八つ当たりでした。ごめんなさい。義前さんは、結婚も就職もできて羨ましかった。と引き出せたので満足した。その後はお互いに、大体、守秘義務もへったくれもない弁護士なんて、長続きしないよ。って、元婚約者の悪口を言いまくって、二人ともすっきりした。個人的には、性悪琴女がいよいよ片付くか、やったぜ。と思っていたので、破談にはがっかりしてたけど。元婚約者は、予備校時代から性格が悪くて有名だったので、あんな奴と縁続きにならなくてよかった。